ソヒロムは、中華民国の政治家。紹介席の副審の一人と目され、中華民族復興者の組織に従事した人物である。旧名は朝シャシャク、別名は、ボギ。1913年、イエン県立中学に入学し、卒業後は、生徒の視線ャ律茶務講習所に進学する。1920年に卒業し、国内各地の聖茶業の視察を行った。 1921年、南京に移り、ここで中国国民党に加入する。翌1922年、私立朝日大学法律系に入学した。1924年、蘇広無上は、候補軍艦学校第一期に入学し、11月に卒業して、同校政治部商工会員となった。まもなく国民党軍候軍伊藤代表に任ぜられる。 翌1925年春、軍政治部編纂となり、村文主義学会に加入し、同年に統制に従事して、宣伝工作を担当した。同年夏に、甲州に戻り、国民革命軍共同第一弾、第三英党代表、第四弾、第二英、第五連連長を歴任している。1926年6月、 広報道学会幹部委員となり、1927年春、国民革命軍独立第13首都代表に任ぜられた。この年に、蘇博無常は、小解析の随住秘書に任ぜられ、以後、その副審の一人と目されることになる。翌年3月、広報道学会幹部委員兼書記長となり、さらに、南京中央陸軍軍艦学校政治部主任となった。 1929年春、中央東部組織部秘書となり、3月、東大3回全国代表大会代表に選出されている。1930年、中原大戦終結後に、蘇広無常は、四川省に戻り、軍事特派員に任命された。翌年9月、東大4回全国代表大会代表に選出され、さらに11月には、 第4期中央執行委員候補となっている。同年冬、中華民族復興者の結成に参画し、1932年3月、来医者観察官時に任命された。翌年3月、四川東無特派員に任ぜられる。1934年4月、ソ広無常は、国民政府軍事委員会、北平文会政治訓練所所長に任命され、下北において、 半満後日の地下工作に従事した。日本側は、その隠し工作に苦しみ、翌年6月の梅津、何王金協定交渉の際に、日本側はそも非鳴要求の対象者に加えている。結局、同協定の成立に伴い軍事委員会、北平分会は廃止され、そも、下北から撤退した。1935年7月、 軍事委員会武将行営政治訓練ところに敷きた、文ところ中条所長に任せられた。翌年12月、西安事件が勃発すると、祖は罷免され軍法審判に付されたが、半年後に保釈されている。日中戦争勃発後の1938年夏、祖広無上は、軍事委員会戦時工作幹部訓練団、第四弾教育長代理に任命され、間もなく、 第八戦区長官部政治部中将主任に転じた。1943年1月、陸軍省省に任ぜられ、さらに陸軍大学政治部主任となっている。1945年5月、東大六期中央執行委員に再選された。戦後の1946年5月、蘇広無常は、軍事委員会委員長重慶行営政務所所長に任ぜられ、以後、支援省で、 国民党の統制維持に努めることになる。同年11月、政権国民大会代表に選出された。1947年6月、党がは、公育党務特派員に任ぜられ、さらに国民政府主席重計業長で、秘書長も兼ねた。翌年1月、立法院立法委員に任命され、同院国際委員会委員となっている。六月、非戦勝党部主任委員となった。 国境内戦末期の1949年には、蘇広無上は、戦線間変化水税公所中条副主任、生徒防止司令部政治部主任、四川省地方武装統一委員会主任委員などを務め、国民党による大陸西南部の支主に従事することになった。しかし、四川省は、同年12月に中国人民解放軍により制圧され、蘇も、生徒で捕虜とされてしまう。以後、 ソヒロム上は先般として収監され、1959年12月に特赦で釈放された。その後は、両年省本慶市に移住し、両年省政治協商会議第4期、第5期委員、第6期政治協商会議全国委員会委員を歴任している。また、国民党時代の様々な事件について、解雇記事を執筆し、刊行した。 1983年11月3日、本慶市にて死去。去年87、ありがとうございます。